上下3号の着陸地点。虹の入りへの着陸が予定されていたが、実際の着陸はやや東にずれた雨の海に行われた。NASA のルロが撮影した着陸地点。太い矢印がランダー、細い矢印がローバー。上下3号は中国の月探査計画、上下計画に基づく月探査機。ランダーと月面ローバーからなる探査機であり。 2013年12月2日1時30分に打ち上げに成功12月14日21時11分に月面への軟着陸に成功した中国の月探査において初めて月面軟着陸を達成した探査機でありこの着陸は1976年のソ連のルナ24号ミッション以来となる37年ぶりのものであったジョー3号の成功により中国は 旧ソ連、アメリカに続き、月面乱着陸を成功させた3カ国目の国となった。ランダーは、月の赤道付近にある虹の入り江地域に着陸するよう計画された。重量は約 1200kg で、着陸後は3カ月間にわたって、化学観測を行う予定。14日間も続く月の夜の期間も、活動できるように、プルトニウム238の崩壊熱を利用する。 放射性同位体熱電気転換器を電力源として搭載している。米ロ以外に宇宙機で RTG を使用するのは中国が初めてとなる。ランダーは7種類の装置を搭載し、その一つである天体望遠鏡では世界初となる月面からの天体観測を実施。2015年1月、そのラットで撮影した M101 渦巻き銀河の写真が公開された。 ランダーは2014年12月14日で月面着陸から1周年を迎えたが、まだ運用は続けられている。夜間はスリープモードに投入され、日照状態になればスリープモードを解除して活動を再開している。約 120kg の重量の月面ローバー、玉都号は6つの車輪によって移動し、走行動範囲は3平方キロメートル程度。 ローバーの底に取り付けられたレーダー装置により、月の内部の構造変化を移動しながら観測できる。月面の土壌分析なども行い、活動期間は約90日。太陽電池を電力源に活動するため、夜間は活動を休むことになる。ローバーの大きさは、長さ約1.5メートル、幅約1メートル。2010年4月、 中国月探査計画総指揮者と総設計者である、加納土河うだては、上下3号の月面ローバーについて、開発、製造が、すでに完了したことを述べた。2013年5月、熱真空試験が行われ、着陸船とローバーの写真も公開された。着陸翌日の12月15日に、玉都号は、月面に降ろされ、活動を開始した。その後、 2014年1月下旬に玉都号の制御に異常が出ていることが発表された。2014年2月13日、中国の報道官は玉都号が地球からの電波を受信できる状態になったが、まだ完全に復旧していないことを発表した。月の夜の間は活動できないため、活動は中断する。着陸から3度目の 朝を迎えた3月14日に活動を再開したが、制御回路の障害については依然として解決しておらず、設計寿命の3ヶ月を超過したため、探査活動がいつまで続けられるかは不透明な状況となった。2014年6月の時点で玉都号は車輪が動かないなど不完全な状態ながら、月の昼の期間の活動自体は、 設計寿命を超えて継続しており、関係者は通信が途絶するまで運用すると表明した。2014年7月の時点で、上海高天技術研究院研究員の超玉化は、玉都号はスリープ状態から目を覚ましたが、故障は治っていないと述べ、設計寿命を超過しているため、故障修復は非常に困難だが、科学者は設計上の寿命を終えた玉都号が、 より多くの科学探査データを収集することに期待しているとコメントしている。結局、これ以降玉都号は観測、通信機器は稼働しても自走は不可能。2015年10月には月面で最も長く稼働したローバーになったとされる。2016年8月、中国国家国防科技工業局は玉都号が稼働を停止したと発表した。ありがとうございます。